スポニチサドロングライド210は毎年5月新潟県佐渡市で開催されるサイクリングイベントである ABCD4 つのコースがあり参加者は3000人を数え国内サイクリングイベントの一つとして広く知られている4コースとも全て舗装路参加者中2000人が走る A コースは佐渡をほぼ一周するもので一日で 200km 超を 走破するコースとなる。佐渡ロングライドへコース 175km 付近より 210km ゴール地点を望む。写真奥中央からやや右寄りにゴール地点が位置する。写真右上は佐渡の最高標高1 1 7 2メートルの金。北山を同じく佐渡で毎年9月第1日曜日に開催されるトライアスロン大会の A タイプバイクコースでは省略される南西部。 小木半島の海岸線について、このイベントの A コースはその海岸線の一部を加えている。これにより、コース長は2 0トル伸ばされ2 1 0トルとなり、バイク単独イベントとして、より佐渡一周に近づくコースとなっている。4つのコースはいずれも制限時間内にゴールしたものを完走者とし、その全員を勝者としており、このイベントはタイムを競う。 いわゆるタイムレースではなく交通規制は行わない。レースではなくサイクリングイベントであるため、乾燥症には出かしました。の文言が大きく入るが、乾燥タイムや順位の記載はない。自らの乾燥タイムは各自で把握することとなる。なお、ヒルクライムと違い、どのコースも海岸線や平野を走るため高低差は大きくないが、A コースの場合、起伏が激しい区間が多く、 ある程度の中、長距離ライドの経験と、周到な準備が乾燥への鍵となる。当日の気象条件は、2006年初開催から2015年まで、過去10回中、7回好点の下開催された。なお、2012年大会より、A コース参加資格に、過去5年以内の 100km 超の、ロングライドイベント乾燥実績が加わった。スポニチサドロングライド210大会前日、 土曜日前夜、祭り大会当日、日曜日午前5時30分に、A1 コースからスタートして午後6時終了。天気予報コースは、毎年細かい変更がある。以下は2009年大会のコースである。参加者は、自身の体力、経験に応じて、以下の4種目の中からコースを選択する。いずれもスタートは、河原田小学校のグラウンドであり、A、B 及び、 D コースのゴールは、同小学校。C コースのゴールは、両津 BS となる。D コースを除きいずれもスタート地点から佐渡を時計回りに周回する行動コースである。D コースは、相川 AS を折り返し地点とする往復コースとなっている。途中に設けられた、エイドステーション及びゴールでは、参加種目ごとに制限時間が設定されており、これを超過すると、リタイアとなる。 第10回大会まで、過去10回中、7回公展の下開催された、夏季天候参照感想者数などのデータは、各年度公式ホームページによる、第7回大会以降は、エントリー数も記載。2006年5月28日開催天候、曇りのち雨2007年5月20日開催、天候曇りのち雨2008年5月18日開催。 天候晴れ2009年5月17日開催。天候雨2010年5月16日開催。天候晴れ2011年5月15日開催。天候晴れ2012年5月20日開催。天候晴れ2013年5月12日開催。天候曇りのち晴れ2014年5月18日開催。天候曇りのち晴れ2015年5月17日開催。天候晴れ。 ありがとうございます。